2年前の夏東京オリンピックで金メダルを手にして以降大野将平選手は自らの階級73キロ級の試合には出ていませんオリンピック連覇の絶対王者はどこに向かおうとしているのかその動向が注目されていた去年11月 大野選手本人に話を聞くことができました。お久しぶりです,います。よろしくお願いします。お願いします。東京オリンピック後以来ですね。いすはい、<laughs> 久しぶりに取材も受けます。ねはい、よろしくお願いします。ます今日はありがとうございます。この二連覇から一年半のこの時間を経て、今の。本当に葛藤の時間って。 振り返るような時間になったのかなと思うんですけど、うん、でやはり、まあ、この1年間ずっとやる意味を探してそして辞、えー、める理由も探してん、まあ、どちらかというと,と本当に毎日、まあ、今もそうですけど辞、まあ、めたいと引退という,う文字がすぐそこにあるっていうような状況で。 毎日毎週同じことの繰り返しなんですよねランニングしてウェイトトレーニングをして柔道の稽古をしてっていう変わり映えのないこう地味なあ毎日でふと我に帰った時に何してんだろうなとう毎日同じことやって、えー、これで強くなれるのだろうかとかっていうような、うん、でもやめる理由も見つからずかといってやる意味も見つからず。 自自分自身の中でこう葛藤があるというか、はい、やはりまあ今も,もう自分自身でなかなか決めれないんですよね辞める理由も続ける意味も見つからない去年12月には第一線を退くと報じられました本人は本意ではないと話していますが身体について悩んでいたのは事実です 取材の時にはこんんな質問も高橋さんは何でやめようと思いましたか私は試合も練習もあまり変わらないぐらい実はピリピリしているし、うん、あのものすごく真剣勝負でやっているんですけど、うん、他の人はもう3番でもいいとか2番でもいいとかで、うん。で 多分妥協ができたらいくらでもできたんでしょうけど今まで私どんなに悪い試合でもスタートラインに立った時は全部勝つつもりだし100%やるべきことやってきたっていうふうに立ってるのにいい加減な気持ちでもしできない中で立ったらそれはもう高橋の子じゃないなとそんなものを見せてしまったら自分の格を下げてしまうんじゃないかとい今の自分は全く同じ思いですね。 命かけて、本当に試合を殺し合いだと思ってやってた、まあ、自分が、はいまあ、なんか、のらりくらりと試合に出てる姿っていうのは、ありえないなと、<laughs> 残念ながらあ、それは柔道家、王の将兵じゃないなっていうのは、すごい感じてて、はい、王の将兵が、王の将兵であるために圧倒的な存在になるために、負けイコール死ぐらいの、どういう柔道家でありたいか。 妥協できないからこそ葛藤する答えは本人にしか出すことができませんでも一ファンとしての願いは伝えておきました一日でも多く大野さんの柔道家の姿を見たいなっていう気持ちがありますまあそうですねまあ自分自身こう 柔道家としての引退っていうのはないと思っててまあ本当に、えーえー、一生修行だと思ってますしそう簡単に道を譲れるかっていうねやっぱり今自分自身のねこの性格もあるんでだからこそやっぱりこの照りの、まあ、稽古場で全てのやるべきことをこうやり尽くしてうん自分が納得する形でやっぱり。えー その戦いの場には上がりたいなっていうのはあるので、うん、我慢の日々がああの、ね、耐えれればいいなと、うん、心折れずに、まあ、やりきれればいいなっていうような思いです。